東アゴヒゲトカゲは、アガマカアゴヒゲトカゲ属に分類されるトカゲ。オーストラリア東部から南東部固有種最大全長67センチメートル。体型は、やや細長い。後頭部のトゲ状ウロコは古状に並ぶ。体側面には、四条ウロコが数列並ぶ。総排泄口全部にある小さい穴の開いたウロコと、大体部にある小さい穴の開いたウロコの総数は、10から30。 尾は三輪列ごとに筋状の隆起がある鱗で覆われる。尾に不明瞭な反紋が入る個体もいる。校内の色彩は黄色い。胞子町は、東道町の約55%で、胴体に沿って胞子を前方に伸ばすと肩に達する。乾燥林や草原などに生息する。地上すもしく、半樹状性で、倒木などに登ることが多い。中高生で、 茂みや祈祷の中で休む。危険を感じると口を開け喉の皮膚を広げて威嚇する。陶器になると砂地に穴を掘って冬眠する。植生は雑食で、小動物、植物の目、花、果実などを食べる。繁殖形態は卵生。春季に交尾を行い、1回に8から35個の卵を産む。卵は野生下では61日。 飼育下では、摂氏20度の環境下で75から84日で孵化した例がある。ありがとうございます。